タンダードプロダクツでスノーピークガビングフレームの互換品がたった300円、いろんなテーブルに取り付けてみました。今回はダイソーさんの新業態、スタンダードプロダクツでですね、スノーピークのキッチン周りの名脇役ガビングフレームにそっくりなこの、ゴミ箱ホルダー、クリップ3つ付きを見つけてきました。はい、というわけでサイズ感、重さ、使用例などご紹介していきたいと思います。価格は驚きの税別300円です。はい、ではね、本家のスノーピークのこのガビングフレーム、税別1800円、こちらのですね、サイズ感と重さを紹介します。はい、本家のガビングフレームのサイズは、255mm×320mm×44mm です。重さは 350g です。はい、スタンダードプロダクツさんのこのゴミ袋ホルダークリップ3つ付き、やっぱり特徴的なのがここですね。クリップがおまけで3つ付いております。で、加えて本体の材質はスチール、クリップはステンレス製になります。それでは本家のガビングフレームとサイズの違いを比較していきましょう。255mm、はい、こちらは 320mm、はい、高さ 44mm、 もうほぼ同じですね。はい、重さも測ってみます。公平にするためにこういったクリップとタグを外しておきます。はい、じゃあ重さを測ってみます。重さは 229g です。スノーピークさんのガビングフレームは 350g っていうのですので、ツバメ三条製っていうのの差が出てるのかもしれないですね。はい、それぞれのね違いをちょっと表にまとめてみましたですね。スノーピークさんは永久保証っていうのがついてたりするので、こちらを高いと見るか安いと見るかは個人の判断にお任せします。それでは、いろんなテーブルに取り付けてみましょう。TMR キャンピングっていうののテーブルなんですけど、こんな感じでね、浮いてしまいます。はい、Amazon で買ったフライフライ GO っていうね、テーブルなんですけど、取り付けてみます。厚みが足りないのでちょっと不安定ですね。はい、フィールドアさんのバンブーテーブル、こちら取り付けてみます。やっぱりフラットなテーブルだとすごく安定していますね。最後に 18mm 厚の板、少しちょっと浮いてますね。なんでもうちょっと薄いといいかと思います。最近はアイアンラックなどを駆使してね、こういう何の変哲もない板をね使う方もいらっしゃると思うので、このコスパがかなりいいんじゃないでしょうか。はい、こちらのスタンダードプロダクツさんのゴミ袋ホルダークリップ3つ付き、クリップも3つ付いて非常にお得です。耐久性などはですね、これから使っていかないとちょっと分かりませんが、お試しとしては300円税別っていうのはかなりお得なんではないでしょうか。はい、こちらのスタンダードプロダクツさんのスノーピークガビングフレーム互換品、こちらの YouTube 動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。